京国高富は、江戸時代後期の大名。丹後国峰山藩十一代藩主。官位は、十五位下備中神、巣を守る、主前生明治に入り死者。十代藩主、京国高影の長男として誕生。陽名は慶次郎。開栄2年3月7日、父、高影の隠居により、家督を継いだ。同年12月16日。 十五位下い中上に助任する。後に、巣を守る、主前生に改める。安政四年二月大にがに就任する。文久元年九月十四日大阪玉造り定番に就任する。天中組のへや幾くののへん圧で功を挙げている。慶応二年一月七日若年寄に就任する。同時に十四代将軍徳川家ょから大阪への従軍を命じられる。 同年5月25日、第二次長州政党に際し、四国方面軍の取り締まりを命じられる。四国方面軍とは、徳島藩や松山藩、高松藩などを主力として、海路四国から徳山を経て、山口へ進行する部隊である。それに伴い、高富は、伊予国松山に陣を構える。慶応3年4月8日、寄付を命じられる。同年6月18日、 国内事務取扱いを命じられる。同年10月27日、陸軍事務取扱いを命じられる。同年12月2日、若年寄県海軍部業に就任する。慶応4年2月14日、若年寄を退任する。同年うる4月15日、上落し、新政府へ教準の姿勢を示すも、砂漠派としてみなされ、新政府により謹慎を命じられた。しかし、 養子氏の孝鎮が、養父の名代として、すでに3月20日に天皇に廃越していることや、新政府軍に兵を出していることなどが考慮され、同年5月14日に謹慎を許された。直後の5月28日、胸の持病を理由にして、孝鎮に家督を譲って隠居した。明治8年9月30日、養子孝鎮が隠居し、再び家督を相続する。明治十七年、 死者となる。明治22年2月9日、55歳で死去。後を新たに養子とした、こういたすが継いだ。母書は、京都府京丹後市峰山町吉原の安泰山津根立寺。ありがとうございます。